右手の方をご覧ください。次のトンネルを抜けますと、ラグ海岸でしばらくの間停車をいたします。
列車はこちらでしばらくの間停車をいたします。ご案内いたします。左手に広がる海は日本海若狭湾です。その海上遠く中ほどに大小2つの島がございます。大きい方の島が冠島、小さい方の島が久慈島です。この形は平安貴族の冠と靴に似ていることからこのように呼ばれております。どちらの島も鳥獣保護地区となっており、一般の上陸は制限されております。特に大きい方の島冠島は京都府の鳥、大水なにごりの繁殖地として、島全体が国の天然記念物に指定されております。向かって右手に突き出しております半島は、手前から金ヶ崎、博打岬、成湯岬です。金ヶ崎と博打岬の間が舞鶴湾への入り口となっております。向かって左手に突き出しております半島は群馬半島です。ヨットハーバーや釣り場など海のレジャーを楽しむ施設が充実しております。また群馬半島の奥に見えておりますは見えておりますのは、丹後半島の船屋で有名な伊根付近です。またよく晴れて空気が澄み渡りますと、この海岸からはるか遠くに福井県の越前海岸を眺むことができる日もございます。本日は地熱の雨の影響により海が少し濁っておりますが、窓からの景色をお楽しみください。左手に見えてまいります砂浜は丹後由良海水浴場です。この場所には安治姫ゆかりの潮汲浜がございます。ここで幼い安治姫は都会の山椒太夫に乗って過酷な潮汲を強いられていたとされております。浜の上にございます文学碑にはその山椒太夫の小説の一節が刻まれております。
まもなく列車は宮津市と舞鶴市を結ぶ平川の鉄橋笹川橋渡ってまいります。どうぞ前後の車窓、左右の車窓、お好きなところから景色をお楽しみください。今から渡りますね。ちょっと濁ってますけど、はい、はい、ご案内いたします。この由良川鉄橋は大正13年に開通しました。長さは552メートル、水面からの高さはおよそ 6.2 メートルあり、京都府内では一番長い鉄橋です。23本の橋脚を持つプレートガーダンと呼ばれる一般的な橋の構造ですが、建設後90年を経た今もなお現役を続ける貴重な橋です。海に向かって右手が神崎浜、左手が由良浜です。どちらも北近畿を代表する海水浴場として、夏には多くの人でにぎわいます。また平安時代の歌人曽根の義忠が由良の川を渡る船人舵を耐え、行方も知らぬ恋の道かなと読んだ由良の川はこの河口と言われております。車窓からの景色お楽しみください。観光管理です。まもなく列車は宮津市と舞鶴市を結ぶ由良川の鉄橋笹川橋として渡ってまいります。どうぞ前後の車窓、左右の車窓、お好きなところから景色をお楽しみください。今から渡りますね。ちょっと濁ってますけど、ご案内いたします。この由良川鉄橋は大正13年に開通しました。長さは552メートル、水面からの高さはおよそ 6.2 メートルあり、京都府内では一番長い鉄橋です。23本の橋脚を持つプレートガーダンと呼ばれる一般的な橋の構造ですが、建設後90年を経た今もなお現役を続ける貴重な橋です。海に向かって右手が神崎浜、左手が由良浜です。どちらも北近畿を代表する海水浴場として、夏には多くの人でにぎわいます。また平安時代の歌人曽根の義忠が由良の川を渡る船人舵を耐え、行方も知らぬ恋の道かなと読んだ由良の川はこの河口と言われております。車窓からの景色お楽しみください。